青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様こんばんは、料理カウンセラーの青木由美です。皆さん、女優の佐々木千秋です。さて、この番組愛され召し上がれは、婚活は料理レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、愛され飯協会代表で料理カウンセラーの青木由美さんが、婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、最新調理器具情報などについてのアドバイスや、それぞれの情報などを提供していく番組です。この番組をお聞きの皆様に、少しでも婚活、料理、女性らしく生きるヒントなどをお伝えできればと思っております。今ですね、料理のヒントをね、おっしゃいましたけれども、はい、料理初心者あるあると検索するとですね、突然なんですけどあるサイトに胡椒少々の少々がどれくらいかわからないとか、なるほど、あと味見をしても何が足りないかわからないとか、レシピ通り作ったのに食べてみるとこれじゃないんだよな感っていうのが あって、まあ、恥ずかしながらね、ちょっと私もとても共感してしまったんですけれどもいきなりなんですが、由美さん、これらの原因について簡単にアドバイスいただけますでしょうか。じゃあまず一つ目からいきましょうか、はい、胡椒少々の少々がどのぐらいかわからない、はい、これですね、はい、親指と人差し指の2本でつまんだ量、はい、これが少々で、中指も入れて3本でつまむと一つまみになります。はい、そうなんですか。これが違いなんですね、もちろん指の太さの個人差もありますので、はい、まあ、最終的には味見して調整してもらう形になりますけども。なるほど。私この胡椒少々とか、少々ってついた時点で何なのかが分からなくてレシピ飛ばしちゃうことあるんですよすごい勉強になりました。そして2つ目、はい、味見しても何が足りないか分からないというお悩みですね。まあ、塩分か旨味が足りないっていう場合が多いんですよ、はい、ですので塩分の時には塩またはお醤油、そして旨味といった場合にはだしとか、まあ、バターみたいなね、深みとかコクのある調味料を足してもらうとクリアできます。旨味バターなんですね。バターでもですね、コクが出て、はい、そしてやっぱり旨味感じますので。そうなんですね。美味しいと感じるんですね。あ、じゃあちょっとなんか足りないと思ったらどっちかに頼ってみようと思う、はい、はい、そして3つ目、はい、レシピ通り作ってるのに、作って食べてみるとこれじゃないっていうね、これなんとなくわかるんですけれども、はい、原因が3つあります。お、3つもあるんですね、はい、どれかに当てはまります、はい、まず1つ目、レシピの選び方が違っていたということ。まあ、極端な例なんですけれども、はい、ダイエット中じゃないのに、ダイエット用のレシピとか、食塩制限しているレシピを選んでいて、なんか足りないって思ってしまうケースですね。そして2つ目、はい、調味料や食材、はい、これがですね、レシピ作りで使っていた調味料と違う場合です。調味料そのものが違かった場合、メーカーさんが違っちゃったりとかするとですね、味が違いますので、なるほどなるほど、これで味がね、はい、自分が思ってたのと違うななんていうケースがあります。そして3つ目、はい、火加減や調味料を入れるタイミングが違うという場合、はい、これもしかしたら一番多い理由かもしれないんですけれども、レシピってですね、はい、文字数が多いと難しいって思ってしまう方がいらっしゃるので、はい、細かく書いていなくて文字数をね、こう簡単に見えるようにこう書いてるレシピって多いんですよ。そうなんですね。そうするとですね、細かい部分が例えばどのタイミングで入れたらいいの、はい、なんていうのが分からなくって、はい、ね、まあ、調味料とか火加減とかが違っていて、はい、ちょっと自分が思ってたのと違うななんていうことがあります。なのでね、はい、細かく書いてあるレシピを選んでいくと、ちゃんと自分の思った通りの味になることがあります。なるほど。そうですよね、火加減とかね、この3つ ね、入れるタイミングによってやっぱ違ってきますもんね、はい、なるほど、そうだったんですね。これ私すごいだいぶ解決したことが今日たくさんありましたね。よかったですいや、もう本当に料理ってね、こう難しいなって思ってるんですけど、こうやってね教えていただくと、あ、そういうことだったんだってね、細かいところにね、この料理のヒントってたくさんありますからね。いや、もうかゆいところに手が届いた感じですよ。ありがとうございます。はい、ではですね、今注目の婚活料理カウンセラー青木由美さんの略歴をですねご紹介させていただきたいと思います。
青木由美さんは千葉県のご出身で調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得、その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけ教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。今ご紹介いただきました料理で婚活をというコンセプトに基づいて、ライブでこのラジオの電波を通して料理や婚活だけでなく、まあ、恋愛、親子関係などさまざまなことをですね、さりげない気づきのヒントをお渡ししていけたらなと思っております。そして私と一緒にパーソナリティを務めていただけるのは、女優でタレントの佐々木千晶と申します。現在は佐藤製薬様、リゾン様他の CM をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。そしてここ市川浦ライフ FM さんで言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますとともに、今年9月にブルガリアで開催されるアニベンチャー2019での招待上映が決定した映画22世紀空話という作品にも出演させていただいております。現在予告編が YouTube で公開中ですので、ぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。それではまず初めのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ませている、料理は作ってみたけどなかなか習いに行く時間がないなどお悩みの方々に、青木由美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さん、早速お願いいたします。はい、前回から1ヶ月空きましたけれども、はい、皆様前回のステップ覚えていらっしゃいますでしょうか。前回のステップは失敗する理由を学ぶでした、はい、そのステップがクリアできたら次のステップに上がっていきましょう、はい、前回のステップをおさらいしたいという方はですね、 YouTube で愛され召し上がれと検索してみてください、はい、そして今回のテーマはですね、はい、調味料を知る。調味料を知る、これ冒頭のお悩みでもね、こう出てきたように、はい、味見した時に何を入れたらいいのかわからないというお悩みはですね、はい、調味料を知っていくと解決していくんですね。そうなんですね。このね、初心者の方に一番おすすめなのはですね、うん、はい、調味料をそのまま舐めてみることなんです。やったことないですね。確かになかなかないですよね、はい、この調味料の味、そのまんまの味をしっかりと知ることによってですね、はい、どんなね、調味料を足したらいいのかっていうのがなんとなく頭で浮かんでくるようになるんですね。なるほど。私の主催している愛され飯のレッスンに来る、はい、生徒さんも料理初心者の方が多いんですけれども、はい、意外とね、調味料そのまま舐めたことありますかって聞くと、ないっていう方多いんです。買う時にも値段だけ見て安いものを買うっていう方、はい、世の中にも多いようなんですね。そうですよね。同じお塩でも、はい、やっぱり味って全然変わってくるんですね。そうなんですね。例えばですけれども、はい、このお塩、はい、ね、甘いものっていうのもあるんですよ。ああ、そう、確かに聞いたことはあります甘いお塩なんてよくありますよね、はい、そしてナトリウム 100% でできていて、本当に味がしょっぱいっていうお塩もありますし、うまみが強いものっていうのもありますので、本当にお塩と言っても味がそれぞれ変わってきます、はい、そうなんですね。一般的にはなんですけれども、はい、海から取れた、はい、まあ、お魚とかね、こういう海のものには海から取られたお塩、そしてお肉、はい、これは岩から取った岩塩がいいとされているんです。あ、そうなんですね。ここで使い分けをするっていう方も多いんですね、特に調理方法がシンプルなお料理って、はい、調味料の味がそのまんまお料理の味になります、ですのでいろいろ買ってみて、うんうん、自分が気に入った調味料を使うと理想通りの味に仕上がっていくんですね。なるほど。
じゃあもういろいろ買ってみてってことですね。そうですね。試してみて、まあ、例えばお味噌汁のお味噌なんですけれども、はい、そのまんま味噌の味が反映されていきますから、まあ、まずはねいろいろなお味噌買ってみて、で味をそのまま見てみたり、はい、お料理してみたりしてお気に入り探してみるといいです。まあ、楽しいですね。でもね、こうやってね、はい、調味料いろいろ知っていくっていうのが大事なんですけれども、はい、まあ、同じ塩味でも、こうお醤油でもお塩のねこう味つきますし、はい、そのままお塩をそのままストレートに入れてもいいですし、はい、お味噌入れてもしょっぱくなっていくんですね。ですので、はい、何を足そうかなって思った時に、お醤油、うんうん、これは発酵していて旨味もあります、はい、お味噌は深みも出てきます。なので、はい、旨味が足りないななんて言った時は、はい、お醤油とかお味噌を選べばいいですし、はい、色が濃くなっちゃうの嫌だけどちょっと塩味足りないななんていう場合には塩を入れるといいんですね。そうなんですね。こうやってね塩のことまた他の調味料のこと知って、はい、さらに知りたいなって思ったら次は調味料の役割を知っていくと幅が広がっていきます。いやーこのね調味料の役割ねちょっと気になりますよ。気になりますが、ちょっとね次回たっぷりと、ぜひぜひ次回、詳しく話していきたいと、いただきたいなと思うんですが、ちょっと今回のその塩味のところ、先ほどね、最後にお話しいただいた塩味のお話、ちょっと私聞きたいことがあって、結構なんかこう塩塩分足りないと醤油に頼っちゃう派なんですね。やっぱりこう塩、まあ、色がつきたくないものとかは塩でもう本当に適やっていく感じの方がいいんですよね。お塩そのまま入れてもらうと、塩味がね入ってきますので、お醤油だと色濃くなっちゃってちょっと茶色すぎちゃうななんていうことがある時は、お塩入れて調整してあげてください。ありがとうございます。今回のテーマ ね調味料を知るですけれども、はい、まあ、調味料の味をそのまんま一度舐めてみて、調味料自体の味をしっかり知っておくことがポイントとなってきます。はい、ありがとうございます。なかなかねこう舐めてその味を知るということはね、私もやったことないですけど、意外とね皆さんそうだと思うんですよ。ないかもしれないですね、そうですよね。きっと塩がどんな味があってとかってなんとなくは分かっていても、自分で体感するってなかなかねやっぱりなかったりとか、いつも同じお塩ばっか使ってるわなんて方もありますね、中にはいらっしゃると思いますので、調味料を知るというのがとても大切だよということを今回ね改めてというか、まあ、新たな発見という意味合いでも、はい、すごくすごく勉強になりました。まあ、お土産なんかでも結構調味料っていいですので、私それでねいろんなお塩をいただいて、味を見て、あ、こんな違いがあるんだっていう発見してます。なるほど。またことね、全国いろんなところの塩なんかもね試してみたくなっちゃいますよ ね。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含めこの番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版としてですね YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思っております。以上、今日から簡単料理人のコーナーでした。改めまして、皆さんお聞きの放送、愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明のコンビでお送りしております。さて続いてのコーナーはタイムリー企画、夏バテにご用心ということで、あるサイトによりますとですね、夏バテとは夏の暑さに体が順応できずに現れる様々な症状を総称して夏バテと呼んでいます。私たちは体温が上昇すると発汗などで体温を下げようとします。夏はですね、多量の汗をかきやすく、水分に加えてナトリウムやミネラルなどのね、体の調子を整える栄養素も排出されて、体内のバランスが崩れてしまいます。その結果ですね、体力を消耗して夏バテという形ね、引き起こしてしまいますね。で、症状によっては、まあ、体温調節機能が十分働かないで、まあ、急激な体温上昇を招くこともあります。
また運動不足の方もですね、急激な温度変化や真夏日の継続は、容易に夏バテを引き起こします。このようにですね、夏の暑さ続きますと体調を崩す原因にもなってまいりますので、そんな夏バテ予防には運動、睡眠、栄養のバランスが大切となってきます。なるほど。はい、暑い夏をですね、乗り切るために日常生活でまずできる対策をお伝えしたいと思います。まずはですね、生活リズムの対策ね、しっかりとしっかりと寝て、しっかりと朝ごはん食べましょうというところ で、ね、ですね、大事になりますよね。で、2個目がしっかり睡眠の対策ね。まあ、特に22時から夜中の2時の間、この睡眠時間十分に確保しましょうと言いたいんですけれども、もしもこう確保できないなんて方もね、いらっしゃるかと思いますので、20分の昼寝で補うと効果的なんだそうですよ。そうなんですね、ぜひやってみてください。で、3つ目、冷房設定の対策です。どうしてもね、冷房をかけてしまうと思うんですが、温度差が大きい環境でこの神経のバランス崩れてしまうそうなんですよ。体温調節する上でね。なるほど。はい、交感神経と副交感神経、これバランスによって保たれてるんですが、このバランス崩れてしまうそうなので、冷房の設定、外気温との差が5度以下、これを目安としていきましょう。大事ですね。大事ですね。で、4番目、水分補給の対策です。水分補給、喉乾いたなとも感じた時には遅いそうです。はい、なので脱水症状予防する目安としてですね、こまめに水分補給をしましょうというのが大事になってくるかなと思います。そして最後に、適度な運動の対策、軽い運動効果的ですよというところになりますね。暑いんですけどね、はい、運動大事なんですね。運動しましょうということでした。ということで、ここからはですね、料理の専門家青木由美さんから栄養や料理の面から夏バテ解消予防法についてお話しいただきたいと思います。必ずね、覚えてほしいことが2つあるんですね。2つ、はい。1つ目、肉をしっかり食べること肉。2つ目、冷たいものを飲みすぎない、食べすぎないこと。この2つです。なるほど。暑い日のお昼って、はい、こう食欲なかったりとか、暑いしさっぱりしたものがいいなと思ってですね、はい、うどんとか、あとはそうめん、お蕎麦なんかね、こう麺類だけで済ませてしまうことってあると思うんですよ。あります。この麺が悪いわけじゃなくって、麺だけで済ませてしまう場合、はい、ビタミン不足やタンパク質不足になりやすいんですね。そうなんですね。このタンパク質、ビタミンっていうのが不足してしまうと、はい、エネルギー生産率が悪くなってしまったり、はい、あとは筋肉量を中心に体重が減少してしまって、その結果ですね、夏バテの大きな原因になってきちゃうんですね。そういう流れなんですね。なので、はい、お肉またはお魚、卵、大豆製品をうまく取り入れていくのがおすすめです。なるほど。これね、お肉結構大事なんですけれども、中にはね、お肉苦手なんていう方もいると思いますので、はい、そういった場合にはですね、枝豆とか あとはそら豆なんていうのでも摂取できますので、いろいろなものをバランスよく食べていくっていうのが大事なポイントになってきます。なるほど。偏らないようにね。そうですね。そしてですね、冷たい飲み物、あとはキンキンに冷えたね、お料理、かき氷、こういったお菓子類、はい、これもですね、胃腸を冷やしてしまうんですね。そうすると夏バテから抜け出せないルーティーンに入ってしまうんです。そうなんですか。この夏バテのルーティーン、はい、まずね、最初に暑いから冷たいものばかりを飲んでしまう、そうすると胃腸が冷えて、はい、食欲がどんどんなくなってくる、はい、すると食事がそうめんとか麺類、そしてフルーツなどに偏ってしまって、だんだん栄養不足になっていく、はい、すると、はい、体がだるくて食欲がなくなって、はい、また冷たいものばかりを飲んでしまう。これがぐるぐると続いてってしまうんですよね。なるほど。なので、冒頭でもお伝えしたようにですね、今回のポイント2つ必ず覚えてほしいこと、はい、1つ目お肉類しっかり食べること、2つ目冷たいものを飲みすぎない、食べすぎないということを気をつけましょうと。ここ大事なんですね。どうしてもね、冷たいもの、あっさりとしたもの、ね、ついつい夕飯のに食べるって言われた時に、そうですね、そうめん
そう、麺とかね、何飲むって言われた時にアイスコーヒーとかね、なっちゃいますね。なっちゃうんですけれども、私も普段から、うん、あのお水も冷たいものじゃなくて常温か、はい、または白湯飲んだりとかしてます。あ、もう意識的にやってらっしゃるんですね、夏場でもあったかいものですね。あ、確かにもうね、飲み物とか、まあ、体がどうしても欲するんですけど、やっぱりこう、ね、冷房とか、ね、かかってるから、ね、状態でやっぱりどんどん体冷えてきますもんね。あの女性の場合に結構冷え性な方多いと思うんですけれども、あの手足の冷えって気づきやすいんですけど、うん、内臓の冷えってこう直接触れないから気づいてない方っていうのも多いそうなんですよ。そうすると、はい、知らないうちにどん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 胃腸が冷えて、はい、で夏バテに進んでいくと。そうだったんですね。気をつけなきゃいけないですね。いや本当に気をつけましょうね。あの本当に毎年毎年夏バテにならないように頑張って肉食べようとかね思うんですけど、最初は思うんですよ。そうですね、最初は最初は思うんですけど、やっぱりどうしてもね、冷たいものが飲みたかったりあっさりとしたものってなっちゃうと思うんですけれどもね、冷たいね、はい、アイスクリームなんかも結構ね魅惑的で、そうなんですよ、ついつい食べちゃったりしますからね。しますからね。なのでこうね、皆さん多分分かる分かるって多分ね思ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、意識的に、夏こそ栄養バランスがね整った食事って大事になるんですね、うん、大事になってくるんですね。いや今回もね、今回というか今年の夏もね、これで乗り切っていけるように頑張りたいなと。元気に楽しい夏を送りたいですね。はい、皆さんもぜひ夏バテ対策ということで取り入れてみてください。以上、タイムリー企画夏バテにご用心のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。青木さん、今回いかがでしたか。あっという間の30分間ですね。毎回思うんですけど楽しいなってこうね、喋、うんうん、ってるとあっという間だなと思ってしまいますね。そうですね、私もいつもね、うん、あ、もっと聞きたいっていつもね思っちゃうんですよ。ここでね、あのお話ししきれないようなこう、まあ、写真とかなかなか見せられませんので、こう SNS とかインスタ、はい、Facebook なんかでもこの番組でご紹介させていただいたね、お料理の写真だったりとか、はい、あのいろいろなものを掲載していますので、はい、ぜひチェックいただければと思います。よろしくお願いします。そしてですね、この番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしております。メールアドレスお伝えしますね。info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千明でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。